けない。どうした小倉君、さつまいもが抜けないのか。よし、わかった、私に任せとけ。クッキングセーシクッキマン、トーッ、あんた、てんてん、いてん、これは、おお、これは、あ、結構きついな。よし、わかった、こうなったら、クックマンのフルパワーだ。クッキングセーシクックマン、フルパワー、1、2、3、うわ、また落っこっちまった。でも無事さつまいもが取れた。待てですね、今日はこのさつまいもを使っておいしいデザートを作ってみたいと思う。それでは後ほど、じゃあな。いやー、先ほどはえらい目にあったが、なんとか無事さつまいもを取ることができた。さあ、これからさつまいもをおしゃれに料理していきたいと思います。今日のテーマはさつまいもをおしゃれに料理する秋の新感覚デザート、さつまいも餅。なんださつまいも餅って思う人いるでしょ。まあとりあえずやっていきましょう。それでは材料の説明をします。はい、じゃあカメラさん下げてください。はい、じゃあこれ何だか分かりますか。はい、これはですね、まずこちら牛乳 450cc、 そして生クリームがですね 150cc、 はい、そして砂糖が 52g、 ちょっと細かいですね、細かいですね。はい、そしてくず粉とわらび粉っていうのがあるんですけども、それを今日は 22g ずつ合わせて 44g ですね。そして先ほどクックマンが取ったじゃじゃじゃーん、さつまいも、これをですね、皮を剥いてさらしたものです。これを今から蒸していきます。皮を剥いたさつまいもをこちら蒸し器に蒸していきます。ドドドドン、一気に。そしてちょっとね、こう広げてあげてください。そうするとですね、火の通りが抜群に早くなると。もう一度言います、抜群に早くなる。はい、それでこれで10分放置しましょう。さあ、10分経ちました。それでは見てみましょう。うわお、いいですねこれね、よくて、うわお、これいいですね。さあ、これを今から裏ごしていきます。はい、それではこれ裏ごしできてましたね、綺麗ですね。はい、今日はこれも入れていきます、ザザザッと全部豪快に。はい、そしてわらび粉とくず粉、22g ずつね。これない場合は片栗粉で代用しましょう。これ全部入れちゃいます。そしてお砂糖も入れちゃいます、 52g、 ザザザザ、簡単でしょ。はい、そして牛乳をドド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 と 450cc 入れちゃいましょう。はい、それで、はい、火をつけます。これをね、今からこう練っていくんですよ、こうやって。そしたらね、あら不思議、どん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 固まってくるんですよ。どん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 火が通ったら透明感が少し出てくるんですね。あと、もっちりコシが出てきます。これをね、だいたいね、20分から30分ぐらい続けると素晴らしい食感のさつまいも餅ができると思います。はい、生クリーム入れますよ。はい、入れました、 150cc ですね。はい、そしたらどん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 こう塊になってきます。ここで大切なポイント、それはですね、鍋底にしっかりこう木べらを当てて焦がさないということ、あとは全体的によく混ぜるということですね。はい、わかりますか、こうやってね、だんだん塊になってきました。もっともっともっちりしてきますね。ほら、わかりますか、これね。はい、あれから30分練り続けてます。これでだいぶね、もっちりしてきました。ほら、こんな感じ。はい、じゃあここで火を止めましょう。そしたらボットンボットンボットン、すごいコシですねこれね。もうお完全にお餅です、これ。はい、これを今から成形していきます。
はい、これをですねラップを敷いたお椀に取っていきます。こんな感じで、はいはい、取っていきます。はい、熱いうちにやりますよ。そしたら巾着みたくするんです。こうやってね、はい、少し軽くひねりを入れてゴムで止めちゃいます。はい、軽く止めます。そしたら冷水の中にポンと入れてください。はい、これでしばらく待てば出来上がりですよ。ここで冷やし固まるんです。よいしょ。はい、ここでしばらく待ちましょう。こんなようになりました。綺麗ですね。はい、これをねお豆腐を切るような感覚でポッと、はい、切っていきます。はい、これをですねここ乗せます。よいしょ。はい、可愛くね、はい、乗せていきます。そして、はい、蜜をかけていきます。はい、そして最後にチップですね、さつまいものチップを軽く、そして彩りでごまも添えてあげましょう。はい、はい、それではいただきます。うん、うまい。これぞ秋の味覚、大地の恵み。皆さんもラーメン食べに来てください。待ってます。私の料理はいくらだったかな。よかったらみんなもやってみてくれ。次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあバイバイ。さあ、僕何よ、それは人が見てる。長靴全く見えないよ。これすごいよ、これ。はい、じゃあもう冬だよ、これ。ああ、もう水温がまだね。スケノミだ、久しぶりだな。私はクックマンだ。シーンチテイスティングカンパーセット。